どうもレッスンゆきです。よろしくお願いします。鉄道仲間を紹介しよう。今回の方はこちらの方です。お願いします。はい、鉄道好きタレントの山本さゆみです。よろしくお願いします。お願いいたします。なんだかんだここの付き合いで言ったらもう6年くらいになるんですよ。6、7年です。長くないですか。そうそう、意外と長いですよね。ただ長いんですけど、はい、2人でっていうのは実は初めてかもしれないですよ。いや、そうです。超初だから。多分初だと思うんですよ。ですよね。スルッと始まったんですけど。そうそうそう。だいぶ緊張はしますよ。そうそう、ね。ですよね。だいたいいつもその、太田トラベルさんとか、はい、特急物の太田くんっていうふうな感じで、はい、ここ鉄道好き芸人と、だいたい4人とかで集まってた時があったんですよ。はい。で、そこが、そこと、多分それが多分6、7年くらい前で、その時から知り合いではあったんですけど、はい、差しで仕事をお願いするのは初めてだなと。そうですね。だから不安といえば不安ですよね。不安ですか。だからこれでうまくいかなかったら、ああ俺やっぱ技術ないんだなって。いやいや、トラベルさんここに欲しかったなっていうのも。いや、トラベルさんも大きい存在ですから、ね、そうですよね。まあまあまあそんな感じでちょっといろいろと紹介しつつ、はい、その方の鉄道遍歴とかもちょっといろいろ聞きたいなと思ってますので、はい、お付き合いよろしくお願いいたします。お願いします。ちなみにさゆみさん今鉄道タレントって言いました、鉄道好きタレントって言いましたけど、はい、普段どういう活動してるんですか。普段はライブとか、はい、配信のライブとか、あそういう系をやってることが多かったり、あとは鉄道のイベントにも出させていただくんですが、はい、スーパービルドというアーティストが、はいはい、野月さんとか、あそうです、そうの、パフォーマンス、ライブの時のパフォーマンスをやっております。はい、それはちなみに何年くらい前から、もう10年超えた、超えてるんだ、すごい10周年超えたんです。そうなんですか。はい、お世話になるよってからも。そうか。そうなんです。ちなみになんですけど、うん、どういうきっかけでそのスーパーベルズさんに そのパフォーマンスに入ったんですか。そうです、最初はなんだろう、事務所でアイドルをやったんですよ、はいはいはい、入ってるところで。そこでアイドルやってる時に、はい、誕生日に私自分の趣味で鉄泊に行ってたんですよ、はい、ああはいはいはい、はい、その時に社長に今どこにいるんだみたいなのに聞かれて、あ鉄泊にいますが何かみたいな感じでした。そしたら、あお前は鉄だったのかって言われて、はい、でその時ちょうど違う方が鉄道のお仕事とかを関わってやってたんですけど、はい、その子は鉄じゃなかったと、はい、鉄いあビジネスでやってたんですよ。そういうことなんです。でその子はやっぱり鉄道にあまり興味なかったら離れていくじゃないですか。そうですね。で私は鉄泊にいたんです、誕生日に。あそれは鉄じゃんってなって言ってよみたいになって、はい、あれは好きでしたみたいなって言ってそこからきっかけに出会った感じです、はい、ああなるほど、うん、まずきっかけって何ですか。きっかけは39です。あはいはいはい、はい、39アニメ、漫画で、漫画がきっかけなんですけど、はいはい、鹿児島の島で育ってるんですよ。そうですよね、はい、島で育ってる。だから鉄道なんてまず子供の頃ないですよね。ないんですよ、18歳までない世界にいたんですよ。あだから妄想から始まってるのではあるんですけど、はいはいはい、その銀河鉄道39を図書館で太い本でありませんでした。いや俺そのまず銀河鉄道39の本があること知らない世界かもしれない、もしかしたら漫画であるかあるんですか。そう漫画であって結構太い本が何冊もみたいなあるんですよ。多分見てほしい、本当に重厚感のある本であるんですけど、はいはい、それを小学校の時に読んでて、はい、鉄道に乗るといろんな世界に行けるんだっていうところから始まって、あいいよなと思ってたのが小学校。小学校でもまあ島には鉄道がない、ないっすよ、ね、電車もない、バスもたまにしか来ないっていう感じで、そんな吉行くぞみたいなところじゃないですか。そうそうそう車もね、そういう系のね島だったので、はい、テレビで見るのも、はい、なんとかのなんとかからみたいな感じじゃないですか。ちなみにですけどテレビは何曲放送されてたんですか。うん、私実家が、まあ、おじいちゃんとおばあちゃんの持ち、ね、に育てられたので、はい、2つしか最初映らなかったんですよ。はいはいはい、だから宮崎とかもそうでしょ。ああ本当ですか。そう、NHK だけがかかってた状態だったんですよ。普通だったので、それを見るのが普通だと思ってて、はい、そこから実はチャンネルを設定すると5つあるっていうことに気づいて5つありましたけど。なるほど。そうです。いやそうか。そんなだからどうするんで、だって僕がその埼玉県の春日部市ってところだから、うん、目の前に電車が走ってたのが普通だったんで、うん、で事務所の後輩とかがその沖縄出身の子とかいたんですよ、うんうん、やっぱ鉄道が興味がきっかけがなかったって、うん、ああそうですね、確かに。だからそもそも島国って島国あーって島の人とやっぱそう接点がない状態で、うん、18まで来まして、はい、でじゃあ19とかで上京してきたってことですよね。そうですね、島から出て最初使うようになったのが阪急電鉄、はい、大阪沿いに住んでたので、それを乗ってると、え、
楽しいよなみたいな、やっぱその妄想だったものが実際に学校に行くために使うっていうのを便利だっていうものに変わって、そこからこれで遠くに行きたいってなって、で、実家に帰るときは18切符で鹿児島、大阪から鹿児島まで、まあ、で中鹿児島中央まで行って、そこからバスに乗って飛行機乗るかとか、そういう感じすごいな、そのスケジュール2日で行けます。2日だから、熊本とかその辺に泊まらないと多分ね。あ、そうですそうです。だからあの福岡で一度諦める。いや、そうですね。もうね、あの始発で大阪から出て、で福岡で諦めてラーメンみたいな感じ。そうそうね。それかもうちょっと頑張っても多分熊本大分あたりで、多分そう、あの大牟田、あれどこだっけ、なんか牟田みたいな名前とかありますけど、そこ牟田ってなかったかな、熊本。あ、大牟田ですか。とかですかね、はい、ぐらいまでは行けるんですかね。はいはい、多分そのくらいまで頑張ったら頑張ったらいけるとかね、はい、多分ですけど、昔だったら寝台特急とかで熊本までは確かあったの。ああ、そうなんですね。ほうほうほう。で、そうか、本当に普通に18切符とか18切符で頑張って朝そうなんか、ね、でだから、じゃあその後肥薩線でこう行ってます。肥薩オレンジ鉄道で行ってます、ね、あ、そっちか、そう、はい、そっちの方からなんかそう割引券があったとか、あ、2000円払えば確か行けます。なんかそういうの、もしかしたら今ちょっと変わってるかもしれませんけど、前はあって、 それを使って、まあ、鹿児島中央まで行って、そこからバスの感じだったので、すごいスケジュールですよね。そうですね、それをやってたのが、まあまあ、旅が楽しいっていうのもあったし、まあ、節約にもなるみたいな、まあ、節約、まあ、いや違う、確かに安くはないですよ。多分だ、精神ジャッキップ、まあ、行きと帰りってことを考えれば、うん、まあ、それで4回分使うじゃないですか。あ、そうそうそう。で、しかもそのうちの2回が宿泊で使うから、そうですね。で、分かんないです、その僕だったら別に満喫でも別に最悪いいですし、まあ、最悪あの野宿も別にいいやと思った人間なんですよ。すごいですね、野宿か。野宿でも行けるかなと思ったりもするけど、女性で野宿は無理じゃないですか。そうですね。しかも福岡だと。夜怖いなって感じです、あの辺は。あの辺は。怖いなみたいな感じですか。でもまあ、ネットペンも全然カラオケも大丈夫だし、あの、カプセルホテル。カプセルホテル。結構今増えてるじゃないですか、女性。今はすごい暗くなりましたよ、ね、本当。そうそう、だからそういうのでも全然大丈夫って感じで。で、それで旅が好きになってたから、うんうん、で、電車に興味を持った。深くなったって感じですか。そうですね、ただ知識があるってよりは、その旅行して、旅行自体で、それ列車に乗ってる、はい、で車窓からの景色を見るっていうこと自体が好きなので、あ、それはわかります。そう、あの鉄道自体をこうめっちゃ好きですよみたいな感じでは歩んでこなかったかもしれないですね、はい、だ多分僕もそっち側ですね、やっぱり、うんうん、だ旅とかが好きになって、やっぱそれで、ただその細かい車両の名前って未だ分かんない時ありますよね。分からないです、カタカナ、あ、みたいな、え、なんかあります数字、え、みたいな、書いてた、え、みたいな感じになっちゃう時ありますよね。だからその、例えば日比谷線の、ま、マッコウクジラって3000系とかって言って、うん、そういうのは分かるけど、それにもう一個先あるじゃないですか、あの、なんとかなんとかのなんとかみたいな、そうそうそう、あのさらに2桁みたいな、そういうのはもう全く分かんない、分からないです、分からないです、そこは難しい、やっぱりそれはもう車両鉄な方々が、すごいなって人もいます。すごいですよ、ね、だからそれで鉄道好きになって、そうですね、で、それで今そのスーパーベイズさんのパフォーマンスをやってると。そうですね、はい、すごい人生ですよね。いや、でもそうですよね、ちょっと、ね、きっかけが違ったら全然だって噛み合ってないですもんね。たまたまそう鉄泊行ってたってのもあるし、あ、そう、その、ね、瞬間に電話機、しかもちゃんとそれを取るっていう、そうですね、取らなかったら違ったかもしれないじゃないですか。ちなみに社長はそれ本当は何のきっかけで電話してたんですかね。わかんないです、ね、